スタントンスタイルのコマ。左から、ポーン、ルーク、ナイト、ビショップ、クイーン、キングチェスのコマは、チェスをプレイする際に使用する用具の一つである。英語をそのまま音訳して、チェスピース、または単にピースとも呼ばれる。ただし、チェスピースの語は文脈によってその対象範囲が異なり、注意を要する。チェスのコマは、チェスボードと合わせて、チェスセットと呼ばれることもある。 チェスの駒はその動きや価値によって種類が分かれ、通常のチェスのゲームでは、両プレイヤーは以下の駒を用いる。このうちポーンはプロモーションすることによって、クイーン・ルーク・ビショップ・ナイトのいずれかになることができる。これら6種類の駒に加えて、一部のチェスプロブレムや変則チェスで使用するナイトライダーやアマゾンのような特殊な駒も存在する。通常チェスのゲームでは先手を、白、 後手を黒と呼び、それぞれのコマを識別するため異なった色、種類のコマが用いられる。今日において標準的なスタントン式と呼ばれるタイプでは、両者のコマは同じ形状で黒のコマが白のコマより濃い色になっている。このような標準的なタイプの他に、白と黒とで全く異なった形状のコマを用いるセットも存在する。詳しくはチェスセットを参照。 コマの初期配置それぞれのコマは異なった動き方をする。地スのルールや各コマの項目も参照。アンパスさんの場合を除き敵のコマが存在するマスに自分のコマを移動させることによって敵のコマを取ることができる。ポーン以外のコマは敵のコマを取るときも通常と同じ動きである。取られたコマはバンから取り除かれる。一つのマスには一つのコマしか置くことができない。 また、キャスリングやナイトの動きを除いて他のコマを飛び越えて移動することはできない。チェスピース、またはピースという語は文脈によって対象とする範囲が異なる。最高儀ではチェスセットに含まれるポーンも含めた6種類すべてのコマを指す。別の用法ではポーンを除いたクイーン・ビショップ、ルーク・ナイトのコマに限定される。この場合、 ポーンと競技のピースをまとめたチェスの駒一般を指す、用語としては、チェスマン、チェスメンが使われる。この競技のピースはさらに、それ一つと、キングだけで、相手のキングを、チェックメイトできるかどうかを基準に、クイーンとルークを、メジャーピース、ビショップとナイトを、マイナーピースと呼ぶ。また、直線的な動きの駒である、クイーン・ビショップルークのことを、 ラインピースと総称する場合もある。したがって日本語のチェスの句が示す範囲は、講義のピース、または万、面ということになる。ゲームを優勢に進める上で、比較の手駒の価値を正確に把握することは、非常に重要である。チェスでは各駒の価値の目安として、ポーンを基準とした以下の点数が用いられている。これを利用することで、 盤上の両者の戦力や駒交換の際の損得を計算することができる。こうした盤上の駒の損得の要素をマテリアルと呼び、駒得のことをマテリアルアドバンテージという。ゲームの状況は常に変化するため、現在の駒の価値を正確に評価するには駒の位置関係にも留意する必要がある。例えばナイトはセンターに配置することで、利きの対象が多くなり駒の価値も高い。 一方で、ラインピースは他の駒を飛び越えて動くことはできないため、他の駒に囲まれていない方が危機器が多く、駒の価値も高い。ナイトとビショップはほぼ同じ価値を持つとされるが、センターにポーンが密集した局面ではナイトが、ポーンの数が少なくなった局面ではビショップが、それぞれ有利である。セントジョージスタイルの駒、ルイス島のチェスククのデザインのバリエーションは幅広く、 少し飾っただけのものから、童話、映画、アニメ作品をテーマにしたものと、様々なものがある。装飾的なコマは、実際のプレイに用いるよりも、インテリアなどとして用いられる。地図の愛好者で、ダダイストのマンレートを芸術家がデザインしたチェスセットもあり、ニューヨーク近代美術館に展示されている。プレイに使われる地図のコマは、大抵幅よりも高さが高い立体物である。 例えば、マス目の一辺が 57mm のチェス板で、キングの高さが 95mm のものがある。様々なデザインのものが手に入るが、最もよく知られているものは、ナサニエル・クックが作り、19世紀のイギリスのチェスプレイヤーであるハワード・スタントンの名前がついた、スタントンデザインである。最初のスタントンスタイルのセットは1849年にジャック・オブ・ロンドンが作ったものである。 木製のチェスの駒は、通常ツゲや、カエデ等の材質の軽い木を用いる。黒の駒は、濃い色のシタンや黒炭、クルミ等が用いられるが、またはツゲ等で作って黒や茶色、赤に着色される。白と黒や赤のプラスチックで作る場合もある。時には骨、象ゲ、大理石等の素材を用いることもある。チェス板が傷つくのを防ぐため。 コマの底にはフェルトが貼り付けられていることが多い。実際のプレイに用いるものとしては、スタントンチェスセットが標準的である。通常用いられるキングの高さは8 5ト、mm、ルから1 0 5ト、mm、ル程度であるが、米国チェス協会はキングの高さとして8 6ト、mm、ルから1 1 4ト、mm、ルを求めている。一般のプレイヤーには、 95mm から 102mm のものが好まれている。キングの直径は高さの40%から50%である。他のコマの大きさもキングの比に倣っている。一方、バンのマス目の大きさはキングの底部の1.25倍から1.3倍が必要で大体いい 50mm から 65mm であるが 57mm のものが一般的である。 これらの基準は、米国チェス協会のオフィシャルルールズオブチェスに記され、これは国際チェス連盟のルールに基づいている。携帯用の小さなチェスセットのコマは、将棋のコマやシャンチーと同じく平たいトークン上で、コマの種類を表すためにシンボルが描かれている。またンからずれないようにコマが磁石になっている製品もある。コンピュータでは、 チェスのコマは二次元で表されることが多いが、伝統的なコマを模して三次元で表示できるものもある。日本語では英語由来の名称が使われ、寄付に使う文字も英語の表記に習っている。しかし世界中で同時並行的に楽しまれてきたチェスの性質上、コマの名前や意味は各国語で異なったままであり、寄付上の表記すら異なる。このため多言語を意識した。 出版物やインターネットでは誤解を防ぐためにコマをモデルにした記号が用いられることもある。ユニコードには白と黒のチェスのコマが規定されている。ありがとうございます。